チョバタ洞窟。地元の人の案内でなければ、フチョバタ洞窟の入り口は分かりにくいです。実は、そこはかなり広いんですけれども、奥の分流点の後、その空間が狭くなります。地域の一般的な深淵型の洞窟と異なり、これは王蔵洞窟です。宝を隠していると言われています。この洞窟の名声は、オスマントルコ人の高官の財宝を継承した召使いのフチョさんについての伝説のおかげです。1世紀後の今でも、その伝説はトレジャーハンターを引きつけていますが、その財宝はまだ発見されていないのです。実は洞窟の雰囲気は秘密めいていて怪しく見えています。その暗い隙間では、コウモリと不思議な地球の奇跡があります。散策、一回アクセスできる空間さえ行けば地球の中身が見えるとも言えます。あるところでは水面で刺された岩は岩石化された滝の形をしています。あるところでは堆積物は崇高で神殿の壁のように畏敬を感じさせますが、その他は驚くばかりです。しかし壁と天井の上にある形は溶けているろうそくのような石を形成し、その全体な雰囲気はある地下の世界に移動させてくれます。こちらの化石は歴史時代の人間が地球を移住した時からのものです。冷たい空気では不思議な形成の妙さが満ちています。